残り2周半、さあ一番新山が突っ張るか、古性と脇本に動きがない、脇本は車間を切ってるんですが、新山突っ張るか、新山ピッチを上げる、新山恭平ピッチを上げて残り2周の赤番ホームです。大歓声の中、1番新山、7番車森沢太、5番松谷秀樹です。後位4番手、3番古性優作、脇本は8番手、脇本優太は8番手、鐘が鳴って1番新山恭平、そしてスパートする2番脇本、脇本がスパートするんですが、車の伸びはどうだ、現在5番手、4番手、前は1番の新山、そして7番の森沢、5番の松谷、やってきた2番車脇本、脇本がやってくる、現在4番手相当並走、そのインコースに3番の故障で最初にコーナーからバック、新山恭平、森沢太、まくり上げる脇本優太、そして6番三谷勇樹で直線コースに帰った、まくり切った脇本優太、脇本優太です。新山が一旦叩いて出るか、突っ張る小森、小森突っ張る、小森突っ張る、あっと小森が突っ張って新山を出させません。新山はどうする、あ、ここは5番の森沢が中断、新山を迎えるんですが、今度は後方から7番車藤井、藤井の仕掛け、あっと1番東口の牽制、東口の牽制で藤井もちょっとスピードが鈍っている。2コーナーからバックスイッチ、6番小森高弘、9番中井大輔、それでも外、7番の藤井が飲み込んでいく、9番の中井が切り替えていった、新山は現在5番手のインコース浮き、ちょっと新山内勢かぶっている、新山ピンチ、新山ピンチ、最終の1コーナーから2コーナー、藤井の後ろから中井大輔が番手発進だ、東口義智、松岡健介、今度は東口が縦に踏んだ、4番の松岡、あとは3番笠松、新山が苦しいか、中をつく森沢、直線コース、東口だ、東口先頭ゴール、そして4番松岡。近藤が一旦は抑えますか、故障がすんなり車を下げて、代わって2番車末木浩二です。末木が4番手アウトに追い上げて、ちょっと故障に蓋をする形から赤バンドホーム、欄干勢を叩いて2番の末木です。5番の故障もすかさず巻き返しに出ますが、どうでしょう、1コーナーから2コーナー打掌前の攻防です。2番末木、8番小沼、4番の佐藤、4番手に追い上げた5番の古性優作です。1番南修司、9番三谷翔太で、おっとちょっと1番南のところに6番の近藤隆二が絡んでいきますが、最終ホームを通過して2番末木浩二、そして8番の小沼、4番の佐藤、4番手からまくる5番車古性優作、古性のまくり、1番南修司、9番三谷翔太まで、きれいに近畿三名が鮮やかにまくり切って、ワンツースリー体制、直線コース、古性優作、南が追い込んできますが、古性優作か、待ち構える1番松坂、8番海老根、そして9番姿和道、4番荻原直人、3番鈴木に6番小林、3コーナーから4コーナー、いよいよ勝負どころ、ホームストレッチ、残り2周の赤番ケージが見えています。脇本は依然として7番手、脇本は依然として7番手、1番松坂、8番海老根、さあ2コーナー、ジャンバイ、ここで行きました、脇本が一気に仕掛けていく、三谷隆起、そして山本慎一まで突き切っている、叩き切って脇本、さあ5番三谷のところに1番松坂が飛びつこうとしたんですが、しのいだ三谷、そして山本です、あと追い上げた9番姿和道、姿が4番手アウトに追い上げて、最終2コーナーからバックストリッチ、7番脇本優太、5番三谷隆起、2番山本慎一、4番手9番姿にワンチャンスがあるか、さあ姿が縦に踏みますが、直線は脇本優太、三谷隆起、脇本優太、さあ三谷隆起と脇本がちょっと車間を上げています。残り2周半、まだ縦1列が崩れません。3コーナーから4コーナー、ホームに帰ってくると残り2周、赤番ケージが見えてきます。ちらちらっと故障も後方の動きを確認していますが、4番手三谷隆起、姿にも脇本にも動きはないか、脇本行った、脇本1コーナーから2コーナー打掌前、ここで動いた、迎え3番故障もこうなると引かないか、
古性優作、脇本優太、打掌で力比べになっている。突っ張る古性優作、叩けるか脇本優太。三谷隆喜は現在5番手のインコース付近、最終ホーム。古性優作突っ張り切ったか。おっと南の牽制、南の牽制、5番の脇本は失速。今度は4番姿がまくった、姿まくった、姿の後ろから三谷隆喜がやってきた。三谷隆喜が大外をまくる、大外をまくる。3コーナーから4コーナー先まくり姿、外三谷隆喜直線コース、外から三谷隆喜だ。三谷隆喜連覇。